ズベニゴロドの紋章、ズベニゴロドは、ロシア連邦モスクワ州の古い町。モスクワ川上流の左岸に位置し、モスクワからは西へ 50km の距離。人口は12,155人。旧世主商店聖堂、サービノストロジェフスキー修道院ズベニゴロドを流れる。モスクワ側ズベニゴロドの町は12世紀より、チェルニゴフ公国の北東の全省として存在したと。 考えられるが、文献での書室は、モスクワ大公国のイヴァン一世の治世の1338年で、ある。ズベニゴロドの名の意味は、鐘を鳴らすと、町が合わさったものであり、かつては、ズベニゴロドの教会で鳴らす鐘が 50km 東のモスクワまで聞こえたという。イヴァン一世の息子イヴァン二世は、ズベニゴロド公となったが、普段は、モスクワに住んだ。14世紀末。 ドミートリー・ドンスコイが、次男、ユーリー・ドミトリエエベチを、ズベニゴロドとガーリー地の公家として以後、ズベニゴロドの重要性は高まった。ユーリーは、ズベニゴロドを流れるモスクワ側の高い岸の上に、屋敷を築いた。ゴロドクと呼ばれるズベニゴロドのクレムリンには、14世紀末の、モスクワ大公国の建築としては、保存状態が完全な、稀有な例である、旧世主昇天制度が残る。 聖堂内には、遺婚政策で知られる偉大な画家アンドレール・ルブリオフによる、フレスコ画がある。ズベニゴロドは、バッシーリー二世の知性に起こったモスクワ大公国の内戦の舞台になったことでも知られる。ユーリーの息子であるズベニゴロド公は一こにあたる、バッシーリー二世と大公の地位をめぐって争った末に、敗れ、ズベニゴロドは、モスクワに併合された。1784年には、 町の地位を得た。19世紀末には、17世紀末以来の小規模な工業が衰退する一方、知識人だから、モスクワ郊外の保養地として人気を博し、多くの豪華な別荘が近隣に建てられた。現在も別荘群が残り、音楽家、セルゲイ・タネーエフ、劇作家、アントン・チェーホフ、画家エサー・クレビタンらの資料館、博物館が入っている。 この街の見どころの一つにサービのストロジェフスキー修道院がある。1398年、ユーリー公は、ラドネジの聖セ,セルギーの弟子の一人聖サーバに、ズベニゴロドに赴きストロジの丘の上に修道院を建てるよう頼んだ。これが、現在のサービのストロジェフスキー修道院であり、1420年代から1656年に、かけ、 描かれた立派なフレスコや1652年に設けられたストロガノフ派によるイコノスタシスが残る。1650年にはモスクワ大公アレクセイが郊外の別邸とし、その後数年かけて白亜の宮殿や聖堂や首労などを建てた。この修道院で生涯のほとんどを過ごしたヒョードル三世が没した後は修道院は衰退した。ありがとうございます。